はい、沢子です。グロムのね、グロムの家周りからなんか変な音がするよっていう、長男がね、最近使ってるんですよ、通勤にね。減速するときに、このリア周りからリアブレーキかけると、なんかゴーゴーというか、ガーガーという音が聞こえるっていうことで、これひょっとしたら最悪ホイールのベアリングいっちゃったかって。ほんだらこれ走行距離がね、3000キロぐらいしか走ってないの、おかしいなと思うんですけど、気になったので、まあ、このブレーキのね、あ、パッドとかディスクのね、確認だとかしながら様子を見てみようかなと思って、さっきね、近所にちょっと用事があったんで、乗って確認したんですよ。そしたらね、別にどうってことない。リアブレーキ踏んでも特に、若干キーって音はしますけど、そんなひどくないし、でこのローターもね、両方指でこう一瞬なぞってみましたけど、変な削れもなくて、でパッドも十分残ってると、シャリシャリ音もしないので、 で気になってたのは、このチェーンもう相当汚れてるし、でこのね、針がね、もう伸び伸びなんで、ひょっとして減速するときにこのチェーンが暴れてね、当たってんじゃないかって、まあ跳ねてんじゃないかなっていう気がするので、まあ通常のね、チェーンのメンテして様子見ようかなと思います。ではどうしようかな、先にチェーンの張りをし直して、チェーンクリーニングして資料、そんな感じでいきたいと思います。メンテナンススタンドを乗っけまして、で、一応ね、フロントはブレーキかけて、ストッパーで落ちないように、ずれてパタンって倒れないようにしておきました。で、スタンドにかける前に、このね、リアのアクセルを緩めてあります。サイズは何だったっけ、グロムは、14と19ですね。大きい方19、ちっちゃい方が14と。で、あとここのダブルロックを、ナットを緩めて針調整、そんな感じです。もうダラダラだね、もう当たってるよ、もうダブルは10と12だったかな、ロックが10で調整用の方が12と、そんな感じ。あ、ダメか、スパナか、そんな感じ、そんな感じ。メモリがこんなところ、このところ、
飲む。チェーン貼り直しました。ちょっときつめですけど、多分ねすぐ伸びちゃうんで、ちょっときつめにしてあります。まあ、パッツンパッツンじゃないですけどね。であとはチェーンの掃除をして終了って感じですね。こんな感じでね。